どっちかが諦めた瞬間にそのシミは絶対に消えなくなる。結局はそれって表向きに直しているだけで、もういいやこいつやっても効かんし、どうせ私のこと分かってくれないんでしょ。仕事の楽しさみたいなもんなくなって、フィードバックしなきゃいけないのは。今日は中途メンバーのマネジメントについてお聞きしたいんですけど、うん、中途だからこそ意識するポイントだったりとか、うん、難しいポイントだったりっていうのをお聞きしたいんですけど、まずマネジメントに中途よりも新卒とか新卒よりも中途っていう考え方がなくて、うん、マネジメントで組織をじゃあ運営するためにどういう状態が一番望ましいかっていうことを進行とか管理していく仕事やと思ってるんで、うん、中途か新卒かは大して問題じゃないくって、うん、常に必要なものだと思ってるっていう。ただ中途向けにやるマネジメントと新卒向けにやるマネジメントも若干ちょっと違う部分があって、新卒だからこうしないといけないとか中途だからこうしないといけないではなくて、新卒だとこういう人が大体多い相対的に、中途だとこういう人が大体多い相対的にっていうのがあるんで、やり方が若干違うことが多い、そんな感じ。新卒と中途のマネジメントはどういうふうなことが違うんですか？新卒の場合だと何も知らない状態から入ってくる、仕事ってそのものなんやろみたいなところから入ってくるケースがあるので、それを教えてあげるっていうことがすごく大事になる。まっさらなノートに書いていくみたいな、そんな感じなんやけれども、はい、中途の場合は自分たちがやってきた仕事のやり方とかスタンスとかプライドもあるから、書いてあるノートに添削してあげるようなイメージなのよ。どのやり方が正解っていうのはないし、お前そのやり方間違ってるよっていうやり方は多分違うというよね、そういうやり方もあるよな、うん、その上で選択していい部分、余白の部分と、自分に合うやり方見つけていいよって言えてあげられる部分と、うちの会社ではこういうやり方をしなくてはいけないよっていうことを伝えないといけない部分とっていう2つに分かれてくるんで、そこをその彼その彼女がやってきた過去の背景にもリスペクトを持った上で、そこを尊重しつつも伝えていくっていうのはものすごく大事なポイントになるかなっていう。中途のマネジメントの難しいところがあれば教えてください。その人がめちゃめちゃ大事に思ってること、うちでやっちゃいけないことが出た場合、これが一番難しいねって思う。うちとしてはこうやっていきたいよねとか理念とか思いとかっていうものがあって、こうやっていこうっていうのが決まってるものの中で、中途のメンバーがそれは私のポリシーに反するというものが出てきた時に難しさはめちゃめちゃ感じるかな。そういう時はどうするんですか？とことん話す、とことん話し合ってすり合わせて、それがお互いに絶対に歩み寄れないものだとしたら、中途の人は選択の権利がある。会社を変えるというやり方も全然あるし、会社はこうだよって言ってるものも、その人が10年間やり続けた結果そっちの方がええねって思わせたら、会社は変わるかもしれないですよ、うん、会社の方は会社でもその人が言ってることがほんまにええこと言ってくれてんのに、前例がないからとか、うん、昔からこうやってるからっていうわけのわからない理由にしてちゃダメだよ。実際に過去にあったりしましたか？あるある。でその時に俺らが あここはでも変えてもいいかもって思ったこともあるし、逆にこれは絶対に譲れないなっていうことを、だからすり合わせるのよ、うん、でこの時にやっちゃいけないのが、これよくあの会社のメンバーにも言うことやけれども、はい、そこにしこりを残して、もういいやこいつやっても効かんしってマネージャー側が思うとか、メンバー側がどうせ私のことを分かってくれないんでしょって言って諦める。どっちかが諦めた瞬間にそのシミは絶対に消えなくなるから、それが絶対にないように徹底してすり合わせるっていうことはすごい大事にしてる。なるほど。これまでの中で、うん、中途のマネジメントでもし失敗したなって思われた経験とかがあればお聞きしたいんですけど。いっぱいあるよ。失敗っていうわけじゃないけど、大きく反省したことは、やっぱり俺らはどうしても中途で採用するってなると過去の実績ベースに話を聞くことが多いとよ、うん、過去こんなことやってた、はい、こんな成果を出してた、こんな案件ないし、こんなアプローチをしてたみたいなものをベースに、だったらそれを引き継いで今後もそれが継続してやっていくんだろうなっていう前提で考えがちなのよね。でも人って環境変わるわけよ。中途のその頃ができてたことも、例えば結婚して子供が生まれてってなった時にはできなくなる社員も全然いるし、そこをちゃんと考えてあげないといけないなっていうことはあるかな。お前言ってたやんけ当時、なんでやれへんの今みたいに思うのはお門違いやなって思うことは結構あるかも。じゃあその状況の中でどう伝えるかとか、どういうふうに言っていくか、どういうふうにやっていくか、どう折り合いつけていくかのことを進めていくことも大事だなと思って、すり合わせってところがやっぱり重要に、そうやね、伝えるべきは伝える、配慮考慮できる部分は考慮して、お互いにとってどういう形が一番望ましいかっていうところを模索していくっていうのがすごい難しいし大事なことかなと思います。今お話しいただいた、まあ、中途マネジメントってところで意識していることだったりコツみたいなのがあればお聞きしたいんですけど、相手へのリスペクトをちゃんと持つっていうところはすごく大事なことかもねって思う、うん、言わなきゃいけないことをはっきり言うっていうこと。
2回3回同じことを言われないっていうのは、そこは意識する部分かな、意識して伝えてる。別に言われ続けていつかできるようになればいいやっていう感覚を持ってしまうと一気に成長スピード落ちるわけよ。危機感を持って本気で欲しいと思って、本気でやりたくないと思って頑張ったことって忘れへんだよね。でも危機感がないままやるとね、いつかまたやっちゃうのよ。お客さんに1回言われたことをまたできてなかったとか、俺自身がそんなのがめちゃめちゃ嫌なので、メンバーにも求めてしまうところかな。上司に敬意を持つはイメージできるんですけど、部下に敬意を持つってどういうことって言ったらおかしいですけど、なんかね、敬意を持つっていうと仰々しいのよね、はい、すごいへりくだるとか丁寧に扱うとかそんなイメージがあるんですけど、すげえことをすげえってちゃんと言えるかどうかやね。まだ新人メンバーがやってることでも、わこれすげえなって思うことはいっぱいあるし、あかんなっていうこともいっぱいあるし、めちゃめちゃすごい社長でもそれダメやんって思うこともいっぱいあるしすごいことをすごいと思えるかどうかっていうのはすごく大事なのかなと。逆に本人がすごいと思っていることでも、うちの会社の求めるレベル的にまだまだだよっていうことは伝える部分でもあるかも。評価制度に自己評価ってものすごい大事なわけよ。自己評価がある項目でやたらと高いっていうことが起こると、そこはフィードバックのすべきところだ。自己評価高いことが悪いんじゃなくて、評価の時にすごい重要なのが、会社の評価が S で自分の評価も S、全く問題ないよ。目線が合ってるってこと、会社の評価が S で自分の評価が B、 これも全く問題ないのよ。もっとできてるよ、すごいやって、全然もうちょっと肯定してあげていいよっていうことだけを伝えればいいんだけど、フィードバックしなきゃいけないのは会社の評価が B で自己評価が S の時、この人はもうこれでいいと思ってるから治らへんのよ、気づかない限り、伝えない限りは。だからそこは徹底してフィードバックをしてあげる、すり合わせるっていうことをやるっていうふうにするってすごい大事かな。新卒中とどっちのマネジメントが大変なんでしょうかってところをお聞きしたいんですけど、どっちも一緒、うん、なんか変わらない。どっちかが大変っていうわけじゃないし、どっちも大変な時もあるし、どっちかの方が優れてるとかどっちかの方がダメだとかっていうこともないし、一応一旦よ、本当に人による。新卒でも全然中途みたいな扱い方した方が伸びていく子もおれば、中途でも新卒のようにゼロから教えてあげた方が伸びていく人もいるから、その人の性格とかやってきたこととか全てを見ながら、どれが一番効果的なんだろうって考えるっていうことがすごい大事かなと思います。ありがとうございます、はい。今日はですね、中途のマネジメントについてお伺いしたいなと思ってまして、はい、新卒と中途のマネジメントの違いとかってありますか？新卒で言うと、要はまあ社会に出るの初めてなんで、なんかビジネスマナーとかも含めて、なんでそうするんやろうとかっていう思いの部分とか、あとはもうスキルもゼロから伝えていくっていうのは考えてやっていくところ。中途の大きな違いっていうと、社会での経験踏まえてうちに入ってくるっていう、何かしらその経験とこれからやりたい思いっていうのがあるので、そこをどれだけ加味してあげるのかっていうのが違いかなと思って言ってるかな。自分のやりたいことっていうのはやっぱりあるわけね。やりたいことをできる会社っていう風なわけではないけど、ある程度その自分のやりたいこととか得意なことっていうのは活かすようなマネジメントをしていきたいなと思っていると、一つのことばっかり、要は突き詰めたい人もおるわけさ、西川みたいなね、まあ、エンジニアの子たち見ているとやっぱり技術を追い求めたいなって思っていて、マリカとかそうだし、クメちゃんとかもそうやけど、デザイナーとしてずっとやってきたけど、もっと全体見ていきたいとか、トータルのことをやっていきたいっていう子もおるわけさ。そういう子たちにデザインばっかりやっていると、仕事の楽しさみたいなのもなくなってくるし、職種がある程度たくさんあるからこそ、やりたいんであればまずやらせてみるっていうのは結構心がけてる。で、それがしっかり得意であること、もしくは勉強しようという姿勢があること、そこに関しては僕はあまりためらわずにアサインする方ではある。マキギーとかもそうよね。もともとコピーライターとしてやっているけど、ディレクションとしていろいろ開花してきたこともあるし、要はライターとしてずっといたけども、今回ディレクションのところもやってみていいですかって言っていて、それなりのマキギーも行動をしとったからさ、ライターやけどみんなのスケジュールチェックをチャットで上げていたりとか、そういうのをやっていたんで、じゃあやってみたらって言って、そこからディレクションに入っていって、どん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 こう役職も上がっていったり、それはやっぱりこれまでコピーライターとしてしか見てなかったここの職種からディレクションをやっていくことで全体像を見るようになって、ゆくゆくはチームとしての全体像とか、衣装制作部としての全体像とかを見るようになってきたっていう、そういうところにつながってきたりもするので、どっちがいい悪いはなくって、技術を追い求める人もそれはそれでいいし、全体像いろいろ見ながら自分のポジションを確立していきたい人っていうのはやらしてみたいなって、ただそれは行動して結果を出そうとする意欲をちゃんと感じさせること、そこに尽きるかなというところです。中途のマネジメントの難しいところってありますか？結局クリエイターってみんな数字嫌いなんですよ。売上とかさ、効率とか
ではそれなんでかっていうと、スピーディーにデザインをすることでクオリティが下がるって思っちゃう。時間短縮したいけど思ったようなデザインできませんとかね。たださっき言ったように僕は生産性をそこで上げていかないといけない。もっと働こうとかもっと勉強しようみたいなのは誰にでもまあ言えることなのかもしれないですけど、どういうふうにしたら生産性が上げられるかっていうのを考えないといけないっていうのが役割ですね。そういうスキルを、メンバーが身につけていけるようにどういうマネジメントをされてるんですか？先期とのコミュニケーションを取るっていうのもそうだし、うちで言うとまあ YouTube もしっかりあるじゃないですか。あれ見るだけでもめちゃくちゃ変わるなって思ってます。あとは提案の機会をしっかり作るし、自分でお客さんのところに話す機会を作っていくっていう、もうこれだけですよね。この前ねちょっと話してて面白いなと思ったのが、直前まで上長が提案するって言ってるけど、当日の提案1分前にお願いしますって言うっていう、それですね、なんかマリカさんがシフトの時にあったみたいな。小原もやられたって、吉本にねやられたって、その話をしていて、でも実際にじゃあ企画の一部を担うっていう話の流れでマリカや小原は言っていたけど、でもこの一部担うためには全体知っとかないといけないけど、じゃあ全体は誰々俺が話すね、でここだけお願いしますねって言って、ここだけ話すにも全体知っているんであれば、全体話す機会を与えないと結局はずっと私ここだけですねってなっちゃうので、無理やりそこを与えてみる。でもやるしかないんですよ。分かっているから、そこをこう無理やりにでもやらしてみるとか、そういう窮地に立たせるっていうのは、ちょっと吉本と話をして面白いなと思ったんで、ちょっと文化にしてもいいかなっていうの新しい文化を。中途のマネジメントで失敗された経験とかってありますか？マネージャーとして始めた当初っていうのは、部下はいるけど他の子に対して伝えていかないといけないっていう時に、どうしても管理監督というかね、ただ見ているだけで間違ったことは間違ってるって言ってるだけっていうのはちょっとありましたかね。メンバーからするとなんで間違ってるのかがよく分かんないんで、注意はされて直すけど、結局はそれって表向きに直しているだけで、これは採用とかでもそうですし、マネジメントとかでもそうなんですけど、上に立つ人間ほど会社ことをちゃんと伝えていかないといけないなっていうのは当時すごく思ったこと。これはクリエイターは特にそれがあるかもしれないなっていう。いや別にそこ関係なくてもクリエイターとしてやっていけるわけですよ。いいもん作ってたらいいっていう、そういう風潮もある中で。でもトゥモローゲートはそうじゃないよっていうのを前線立てるメンバーには伝えていかないと組織は壊れちゃうなっていう。昔はそういうのでちょっと苦戦したことはありましたね。それはどういう風に改善されていたんですか？コミュニケーション取るようになりましたね。すごくシンプルなことなんですけど、前線立ってるメンバーとか含めてコミュニケーション取ってなかったんですよね。仕事上でいくらクリエイティブの話とかしていったとしても、結局プライベートでのつながり少なかったら分かり合えなくて、前線に立っている子たちほど自分の思いとか素の姿とか、そんなのをしっかり伝えるようになった。だからメンバーとかには見せない顔を僕は見せると思いますし、悩み事も言いますし、そういうところでやっぱどんどんもっと会社のこと向いてほしいとか、自分と一緒の思い分かち合いたいとか、そういうのをちょっとするようになったっていうのがあるかもしれないです。その中で中途のマネジメントで意識すべきことだったり、コツとかあれば教えてください。自分が楽しむことももちろん大事なんですけど、周りが楽しんでもらうっていうことの方がクリエイターは結構重要視しているなと思っていて、そこを僕がどう作ってあげられるかっていうのが結構コツかもしれないですね。ある程度その子の得意な分野に入ったら任せてあげると、実際に自分が作ったもので周りが楽しんでいるっていうところを後ろでできれば作ってあげたいなって。自分が前に出てそこをこうどうこうってすることは結構簡単ではあるんですけど、それを自分でやらしてみて自分の成功体験にしてそれを積ませると、そこを重要視しているかもしれないですね。では最後になんですが、新卒と中途のマネジメント、どちらが大変ですか？どっちも難しいですね結論どっちも難しい、はい、ありがとうございました、はい。